情報が相次いでいる宮古市で昨日、民家の敷地内にある鶏小屋が熊に壊され、鶏数羽が襲われる被害がありました。被害に遭ったのは宮古市板谷の無職佐々木つえ子さん75歳宅の敷地内にある鶏小屋で、昨日午後9時ごろ物音に気づいた佐々木さんが警察に通報しました。飼育していた鶏9羽のうち6羽が襲われ、警察が調べた結果、小屋の壁にはおよそ40センチ四方の穴が開いていて、熊の足跡があったことから熊による被害と確認されました。成獣か子熊かは分かっていません。怪我人はおらず、家屋への被害もないということです。現場周辺では今月に入ってから熊の目撃情報が14件相次いでいて、警察では注意を呼びかけています。